三浦ダムは長野県木曽郡大滝村に位置する木曽川水系大滝川上流部に建設されたダムである。関西電力株式会社によって水力発電に用いられる。高さ83.2メートルの重力式コンクリートダムで大滝川をせき止めて貯水池を形成する。貯水池の水は陶器滑水器において 下流発電所の水量を補給するために放水される。ほか、ダム付設の三浦発電所での発電にも用いられる。本項目では、三浦発電所の放水を利用して発電する滝、腰発電所についても記述する。三浦ダム貯水池が広がる場所は、元は大滝村のうち、三浦平と呼ばれる盆地であった。この盆地で、元や、ゴミ滝、水瀬宅、 土浦沢の四支流が集まって大滝川となるが、三浦ダムは、盆地の出口部分にあり、川の流れをせき止めている。三浦ダム建設を計画したのは、大正、昭和戦前期に基礎川で、電源開発を手掛けた大手、電力会社大道電力である。同社は1932年8月に、貯水池設置並びに工事実施の許認可を得て、 1935年10月に非公式を挙行した。この大道電力は基礎川にて大井発電所など水力発電所を相次いで建設していたが、これらは河川の閉水量前後を使用水量とする関係上、渇水期には発電力が減退する。これを補うためには火力発電設備が必須であった。 三浦ダム貯水池はこの欠点を緩和すべく計画されたもので、放水器の予水や洪水を滑水機に向けて貯留する役割を担うものとされた。工事にあたり、電源として、下流側の基礎福島から 28km の工事用送電線が仮設され、セメントや骨材の運搬用には、岐阜県側のゲロから三浦まで 14.8km の作動が仮設された。 また重量物や従業員などの輸送には上松駅から伸びる季節森林鉄道が活用された。1939年4月未完成のまま工事は日本初総電へと引き継がれる。この段階では停滞コンクリートの打設作業が始まったところであった。工事は電源送電線の故障属質が原因で停滞したが、 岐阜県側の竹原川発電所から送電線を仮設するという電源二重化の対策を取ると円滑になり、1941年度には1日1200立方メートルの速さで打設作業が進んだ。その結果、後期は予定より3ヶ月短縮され、三浦ダムは1942年10月8日、淡水開始に至った。こうして完成した三浦ダムは、 基礎岩盤上高さ83.2メートル、長さ290.0メートル、体積50万7000立方メートルの重力式、コンクリートダムである。2門の洪水波及ゲートが、右岸にあるが、ダムの大部分が冷えつ部で占められる。ダムによって形成される、貯水池の淡水面積は2.8平方キロメートルで、 その総貯水容量は6,2215,700立方メートル、うち利用水深47.0メートル以内の有効貯水容量は6,160万立方メートルに及ぶ。ダムに付属して半円形の取水塔があり、ここに放水管2本、排水管1本と発電所水圧鉄管が接続する。ダムの運用は毎年月から発電を行いつつ、 水位を下げ始め、翌年3月半ばに水位を0メートルとし、そこから雪解けの出水を貯留していくというパターンで行われる。こうして、冬の渇水期に放水することで、ダム建設時の計算では、最大水量の場合において、下流発電所の出力を123,290キロワット、年間発電量換算で2億871万。 キロワット時も増強できるものとされた。三浦ダムの付属発電所は、三浦発電所といい、ダム直下に位置する。最大使用水量17.50リッター、片メートル毎秒、有効落差52.70メートルにて最大7700キロワットを発現する。三浦発電所は、三浦ダムに引き続き日本発送電によって1943年に着工された。 太平洋戦争中のため資材不足と物価高騰の悪影響を受けるものの、終戦前の1945年1月9日に、竣工した。当時の発電所出力は7 5 0 0ット導水路や水路はなく、ダム取水等につながるダム停滞埋設の水圧鉄管により、落差を得る。水車発電機は一組のみの設置で、水車は 電業車成立軸単輪単流渦巻き、フランシス水車を採用し、発電機は東芝製の容量9 0 0 0ルトアンペアのものを備える。完成から6年後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、三浦発電所は他の基礎側の発電所と共に供給区域がいながら、関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を、 発生電力の主張基地によって決定するという、潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が、関西電力所管となったことによる。関西電力時代の1953年7月、発電所出力が7 7 0 0ットへ引き上げられた。三浦発電所下流の滝越発電所は、大滝村滝越に位置する。 三浦発電所と同じ最大使用水量17.50リッター、片メートル毎秒と、同発電所の3倍以上に及ぶ、有効落差185.50メートルにて、最大28,900キロワットを発電する。大滝川の内三浦貯水池から下流三丈発電所、取水口までの約8キロメートルは、急流が多く、約200メートルの落差がある。 この落差を活用すべく、日本発送電によって、三浦発電所や三丈発電所に続いて1950年4月に、滝越発電所が着工された。工事途上で、電気事業再編成を迎えて、関西電力へ引き継がれ、同社によって1951年11月20日春工に至った。当時の発電所出力は2 7 5 0 0ット 三浦発電所放水路に取水席を設けて、ここより取水し、長さ4619.5メートルの導水路と、長さ336.9メートルの水圧鉄管2乗で、水を導く。水車発電機は2組の設置で、水車は電用車成立軸単輪単流渦巻き、フランシス水車を採用し、発電機は東芝製の容量14000キロボルトアンペアの、ものを備えた。 木曽川水系の発電所では1992年度より老朽化設備のリフレッシュ工事が始められ、その一環として、滝越発電所においても2002年5月に更新工事が竣工使用水量は従前と同一ながら発電所出力が1 4 0 0ット増強された。新しい水車、発電機は共に東芝製で、水車は 出力1万4 4 0 0ット発電機は容量1万5 3 0 0ルトアンペアとなった。三浦ダムは、御嶽山系の御嶽山の南西山陸と、あてら山地の白草山及び三国山の北陸との間にあり、周囲の山域は国有林である。ダムに通じる滝越林道も一般車両進入禁止となっている。ダム下流には、 関西電力の発電用ダムである大滝川ダム、時和ダム、木曽ダムのほか、中京圏、愛知用水の水亀として、牧尾ダムが多目的ダムとして建設されている。三浦発電所に関するカテゴリー、滝越発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。